最後に、はいはい、プレゼントこれなんですよ、はい、企画ということで、はい、なんですか、そうなんですよこれ、はい、じゃあちょっとお出しますね。じゃあ平井さんからご紹介を、はい、本当にびっくりしちゃった今、はい、これちょっと、はい、匂わせなんですけど、はい、ちょピュアストライクの、はい、TM 選手のサイン入り、TM 選手D だ、D だ、ドミニク TM です、ね、皆さんサインが入ってます、はい、これちょっとドミニクティーム直筆サイン入りラケットストライク、はい、はい、ご用意してます。これをプレゼント、はい、え、ここなんか入ってるんですか。あ、これは中にあの その照明みたいな、あ、すごい照明、あ、このシリアルナンバーと、すごい、ティームがちゃんと書きましたよっていう照明も入ってたラケットが1本、はい、使うか使わないかはあなた次第というところでございますが、かなり豪華なものお年玉ということで、すごいお年玉だ、はい、皆さんはぜひなぜこれがプレゼント出てきたかも鑑みていただいた上で、はいはい、1名様にプレゼントということでございます。大丈夫ですか、このはい大丈夫です。いやーすごい、はい、ちゃんとプレゼントですよ、あれね、はい、皆さんがパクるようなもんじゃないですか、ね、最強さんが持ってるとかね。そうね、バブラやる気、やる気がすごい、やる気があるということで、これをちゃんと覚えておいてくださいということで、はい、また応募内容は、概要欄に書いておきますので、ぜひぜひ皆さんどしどし、はい、1名様でございますので、はいはい、裏にあの私と斉藤さんの操作サインも入れておきますするなってクレームが来るから、ね、書くんじゃねえよみたいなということで、はい、豪華のプレゼントでありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、24年、はい、今年もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。年始の時に、はい。じゃあ、すいません。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、ちょっとマイクだけいただいちゃいますね。はい、すいません。はい、ありがとうございます。続くなこれ、ちゃんと誰かがコントロールしてるんだろうな。はいはい、うまく。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。あら。おあら。あら。全然僕、順番分かってないから。ありがとうございます。ありがとうございます。マイクつけていいですか。はい、はい、すいません。あれ、痩せました？いや、そうかな。いや、そんなことないです。そうですか。そんなことないです。サウナ行き過ぎとかする？いやいや。どうぞ、こちらで。はい、はい、続いて来ていただきました。はい、恒例の、まあ、あの年始にいつも来ていただいている。はい、はい、じゃあ、斉藤さんお願いします。はい、どうぞ。はい、紹介します。もうどこに向かってますか？こちらのカメラです。明けましておめでとうございます。グローブライドの関口です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。なんか毎回、関口さんだけ最初に決まるんですけど。え、何がですか？予定が。予定が。急に。なんかみんなあのちょっと調整します、はい、調整しますってなるんですけど。はい、ああまず関口さんの名前が入ってる気がしたって。暇なのかもしれない。暇。グローブライドの中で誰かじゃなくて、もう関口さんの名前がドンって入ってくるから。でも関口さん僕去年あんまり会いませんでしたよね。会ってないですね。一回に行ったぐらいでしたっけ。そうっす。あ、そうですね。そうですね。そうっすね。それ1回ぐらいしかお会いする機会あんまりなかった。そうっすね。あれ？うん、横ディは横ディはね、今日ね、別件でなんか夕方来るとか来ないとかなんか言ってましたけど、ね、忙しい、そうです、ね、忙しい、はい、忙しい、不意を、はい、させていただいてさせていただいて、はい、僕らも全然会ってないですよ、ね、そうですね、はい、全然会ってくれないですよ、ね、いやいや全然なんか機会がそうか、販売立たれるのは渋谷が担当なんでしょ。そうなんです、渋谷が多いのと、うん、あのウィンザーさんのチャンネルのやつは、うん、相馬とか柿本とか、うん、そうか、そうですよね、はい、商品化の人っていうか、あの、はいはい、出られるところですかね、うん、なんで、うん、あの少ないかもしれないですね。でもいろんなところで、ね、活躍されてるのは見てもやっぱり見てますからね、 SNS で見てますからね、はい、うちの自宅の近所のサウナにもこれはそれ本当なんですよ。それ本当なんですよ。それ本当なんです。まずお聞きしなきゃいけないのは、今日はどちらとして来られたのかっていう、今日もなんか仕込まれてるような。いや、今日はね、今日はそういえば去年確かこう2枚来てたんですけど、はい、今日はね1枚しか。っていうのも、ね、グローブライドさんで、はい、プリンスとグロダイヤでもお扱い、はい、お取り扱いになられてるので。どちらの顔として話すかっていうのまず、うん、じゃあ今日は一個目でと。そうですね、まあ、あのプリンスと、はい、ダイヤでの話をさせていただこうと思ってきました。よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあどの辺からいきましょうか。はいはい、どうですか、まずラケットちょっと23年どうでした。はい、そう、去年何話したっけなと思って、はいはいはい、思い出して、うん、ツアー98の
話をしたんですよ。そうでしたね。98が出たぐらいでしたもんね。はいはい、でプリンスってあんまり98出してなかったんですけど、うんうん、まあ、それにチャレンジする年だったんですね。うんうん、それが、まあ結構初めの方で、うんうん、で去年は、秋口9月ぐらいからプリンスの中のもうあの一番主力のモデルのビースト、うんうん、を、出していったので、まあ、その秋からはおかげさまで、うん、あの海田さんありがとうございます。あのあそうでガンド、はい、そうですね。はい、はい、盛り返したという、はい、頑張ってきてます。今頑張ってるところ、はい、頑張る最中ですよ、ね。そうなんです。まだまだ。そういうような1年でしたね。後半だから結構ラケットに関しては後半結構忙しいかったかな、うん。ビースト絡みが多かったと。うん、そうですね。あとは自分の中で去年かなり印象残っているのは、うん、そう今日持ってきたんですけど、うん、あの。一緒に取り組んでやってもらったこの、うんうん、あるんだここに。これはね、あの資料としてちょっと参考資料って言いますか、なんていうんですか、はいはいはい、残して、はいはいはい、あ会社のね、あのそうですね、はいはい、このファントムグラファイト93っていうのを超限定で、はい、取り組みましたね。で、あの会社にも来ていただいて、はい、して、はい、お伺いしました。で他社さんとね、はい、ラミノさんと一緒に、はい、コラボの動画させていただいて、はいはい、それが結構夏かな、そうですね、7月、はい、店頭並ばなかったってやつですよね。そうです、結果そうそう、見れなかったですよ、ね、1本もかからず全て予約受注で完売、はい、93、はい、絶滅危惧種じゃなくて絶滅しました、はい、もう93なんで他にはもうないだけ、そうですね、はい、あれこれは会社的にもすごくやったぞ的な、そうですね、あの、まあ、ぶっちゃけて言うと、はい、あの本数的にはそんなにこう、まあ、リストみたいにたくさんって感じじゃないんですけど、はい、やっぱり結構こうやってる身としてはドキドキするというか、うん、93っていうのが受け入れられるのかっていうのが、うんうん、よく相馬さんもね言われてて、なんかやっぱ社内でもこんな無理だろうっていうね、うん、関口派と、え、僕ですか。あるの、僕はどっちかっていうと、あ、あのこれはいけるっていう派だったんですよ。いろいろ意見分かれるんですよってよく聞いて。でもね、それ以前に気になるのは、これ採算が取れたかどうかですよ。あの本数作ってボールド作って、ね、本数がそんな多くないわけじゃないですか。はい、採算取れてないんじゃねえかなぐらいの。そうですね。だからそういう意味では会社として大きなチャレンジをされたんだろう。はい、でも。やっぱり必要な方というか求める方がおられるので出そうということでやられたっていうのはやっぱり印象深い一歩にはなりますよね。うんうん、そうですね。やっぱりプリンス、グローブライドっていうのをこうなんか強く印象付けた一本なんだろうなっていう気は、ブランディング的にはものすごい成功だと思いますけど、そうですね、再三取れないと思うんですよ、ね、あと3倍ぐらいが完売になって、いや、ようやくじゃないかと僕は勝手ながらね思ってます。でもやっぱりこれもね、はい、もう本当に店頭に並ばなかったんで、うん、その終わった後にやっぱり買いたかったとか見たかったってお客さんもすごく多かったんで、あのもう一回出さないのっていうご意見はね、お客様から来ることもあるんですよ、ね、その話出てないんですか。いや、あります、あります、すごいあるの、はい、うん、あ社内ではまあちらっとでもやらないっていうのは今のところ基本的には今やらない方向、うん、ただあのやっぱりこれの、まあ、おかげなのか、うん、その後やっぱりグラファイトの、うん、まあ、打ってみたいとか、97とか、うん、その辺ってまだレギュラーで販売してるんで、うんうんうん、そこすごいこうやっぱり、うん、ウィンザーさんの店頭、あの月1回渋谷店頭に立たせていただいてるんですけど、はい、うん、その時もグラファイトの97で打ちたいですっていう方も結構やっぱ多くて、うんうん、そうですね、まあ、かなりそういう意味では採算これ単体では取れなかったのかもしれない、まあ、そうですね、あ、そうか、シリーズで見たらそうですよね、はいはい、あの盛り返していたりとか、まあ、すごく大事なグラファイトってプリンスの中で大事なモデルなんで、うん、そういう意味ではすごく良かったですね、うんうんうん、全然話しておりますけど、そのウィンザーを渋谷に立たれるのは毎月何第何何曜日とか決まってないんですか。いや、あの決まってないんですけど。あ、決まってないんですか、はあ、いや、告知できたらいいなと思ったんですけど、ね、あ、告知、はい、毎月第何何曜日言いますよね。でもあのもうやってますよね、自分で、いつも自分のやつでいつも行ってますよね、たりと自分の SNS で、そう一応ね、この一応おしゃれなんで、知らせできたらいい、自分でやってるんですよ、一人だけですよ、あれですよね、でも会社のメンバー誰かしらが土日はほぼ
いるので、なるほど、渋谷店さん、じゃあ来て、どうやってかおられるけれども、関口さんに当たるかどうかは、ちょっとくじを引いてみないとわからないそう。でも、そう、今日渋谷店入りますっていうのをわざわざ上げてくれるのは、関口さんだけ。関口さんだけは上げるから。おかちまち太郎でしたっけ。おかちまち太郎。私言ってもいいです。は、もうすぐそこでチェック。あれ、なんで上げてるか言っていいですか。はい。ここだけの話、あれ、夜飲み行きたいなと思って。もうここだけの話。終わってない。知り合いには夕方にね、ぜひ来てお買い物していただいて、そのままで夕方まではいるってことですね。飲みに行くということです。それにも参加できるんですか、皆さん。そういうの面白いですね。関口会議ね。はい。ちゃんと場所、すみません。ごめんなさい、話ちょっと余談になっちゃいましたけども、はい、まあ、去年の印象としてはやっぱりこれが、うん、というところで、グラファイト全体の底上げにつながったと、うん、そうですね、まあ、去年発売したラケットちょっと見直してみたんですけど、はいはい、まあ、今言った6月にこのファントムグラファイト限定という形で出ました、うんうん、あ、6月か、はい、それ と、エンブレムの限定、はい、シャンパンゴールドも、出ました、はい、と9月にはビースト、はいはい、私の誕生日にビーストが発売され、記念すべき、どうでもいい話です。9月に発売されました。はい、そして、50でしたっけ、妻の、はい、先輩、先輩、先輩、はい、12月にはディズニーのシリーズでビーストが、はい、ディズニー関係もありましたね。はいはいはい、というのもありました。で、大体多分12モデル。プリンスとしては出したの、ディズニーも含めてジュニアは抜いて12モデル、そうですね、ディズニーでしょ、はい、ビーストが多いんですよ、ビーストでしょ、いやいや、そのモデル数で言ってください、あのシリーズごと言ったらディズニー関係、はい、ビーストでしょ、はい、エンブレム、エンブレムで、ファントムグラファイト、ファントムグラファイトで、はい、X がもう始まってる、そうですね、始まった、X はもう始まってます、年末からね、はい、始まった感じです、はい、そうなんです、だからラケットだけで言っても5つのプロモーションを抱えるわけですよね、5つ、5種類の、はい、これものすごいと思うんですけど、よくやってますね、うん、結構やっぱり社内ではこうやっぱりみんな今年、あ、去年か、忙しかったですね、うん、いやだってね、あの何が言いたいかっていうと、例えば、じゃあビーストのプロモーションやってますだったら、まずプレセールする仕掛けをやって、ローンチに向かってこうやってってあるじゃないですか、この段取りの中に違う道がこうやんなきゃいけないんですよね。それってものすごい、それが5本あるって考えたらものすごい大変なんだろうなって思うんで、ちょっとお痩せになったのかなと思って、サウナが行き過ぎじゃないですか、ね、そうですね、でもやっぱ楽しかったですけどね、やることがどん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 あって、そうですね、あれなんですよ、ディズニー社さんとのやり取りっていうのもやっぱりこう初めてだったので、やっぱりうちだけのあれではなくて、ディズニー社さんとこういった表現がいいのかどうかっていうのが、SNS 一つまあ発信するにしても、まあディズニー社さんのイメージ崩してしまったりとかしたらいけないから、やっぱりその辺はスタートなんでね、こう話し合いしながら結構作り上げていったっていうの印象はありますね。確かに見ててそんなイメージがありましたね、はい、でも22年度より23年に関口さんもそうだし、望月さんもそうだし、出られること増えてません？あの前まではどちらかというと裏におられたのが、うん、ちゃんと顔出しっていう言い方変ですけど、表に出てる、出たこと多くなってません？そうですね、うん、あとはダイアレムの方で大友でとか、うん、まあ、それこそ企画のね、相馬の柿本、うん、あとは野竹、うん、皆さんがこう、皆さん多分名前と顔が一致するようになってんじゃないかなっていう、うんうんうん、こんなにたくさんの人数がなるのって他のメーカーさんいないと思うんですよ、うん、確かに、そう思います、うん、だからそういう意味では、まあ、お忙しい中でもそういう PR の方法論とか取られてるのかなとちょっと思ったりしながらいるんですけどね、うんうんうん、そうですね。でちなみにちょっともう一回振り返りを、すみません、ラケットを行ってみようかなと思うんですけど、まあ発売がだいたい今挙げた12機種ぐらいだと思います、はい、そして、まあ、ラケットのランキング先ほども発表してたんですけど、はい、興味あります？いや、ありますよ、ないと言えないですよ、いや、いいです、飛ばしてください、ただ結構メインの機種がね、9月とか、うん、去年の後半だったんで、はい、でランキングとしてラケット全体としては、はい、国さん変わらず2位でした、うん、おー、全体にありがとうございます。ブランドとしてとちゃんと存在感がゴンと出てるってことですね。はい、
で、ちょっとこの単品のラケットとしては、はい、オリジナルのラケットとかは抜いた数字になっちゃってるんで、はい、ランキングは2位なんですけど、トップ20に今回ラケットがないんです。ないんです。あ、去年ありましたっけ。去年は、9位にエンブレムの100。あ、そうだそうだ、厚揚げが入ってるっていう話してたんだ、うん、そうだ。と19位にファントムグラファイトの 300g、97っていう2機種が入ってたんですけど、今回20の中には1本もないそうなんけれども、総合力でそうなんです、シェアは2位を取ってるってことですね、うん、それはそれで逆にすごいなって思うんですけどね。そこはでも複雑ですよね、心境的にはね、うん、そうですね。まあでもそんなに、まあ、私は、まあ、会社の方針としては、うん、まあ、そのさっきのディズニー社さんとの取り組みでも、うん、結構あの多様性っていうところとかを結構こう、うん、イメージとしては持ってやってるので、うん、はい、例えばこういうキュウリさん使うような、うん、まあ、トップの人とかもいれば、初心者の方、うん、それこそウィンザーさんとだと初級のモデルっていうか、うん、新入生のモデルとかを結構ビーストっていうラケットとかで取り組みさせていただいたりとか、そういう多様性が出た結果なのかなって今思って、やってることは間違ってないのかなって今聞いてて思いました。その通りです。なんかあるんですか、そう。いや、もうだからラケットはあの1本これっていうのがあるわけではないですけど、うん、本当になんか満遍なく売れてると思うんですよ。ね、まあ、それがビーストだったり、ツアーだったり、ファントムだったり、グラファイトだったり、エムレム、いろんなシリーズやっぱり出てるんで、やっぱり安定感があるなっていうか、お客様が選ぶのにいろんなラケットを選びたくなるものが店頭に並んでるなっていう気がしましたね。ラケットはこういう感じ。はい、嬉しい。そしてシューズ。見ていきますと、はい、全体3位っていうのは変わらないんですけど、はい、去年に続いてワイドライトアドバンスが1位という、はい、ありがとうございます。やっぱここね、安定して売れてるなっていうのをすごくお店で感じるのと、1位でこれオールコート用が入ってるのと、うん、4位でやっぱりオムニクレイオ、はい、去年も3位でやっぱりオムニクレイオが入ってて、はい、でハードコート用もしっかりとトップ20に入ってるっていう、うん、ソール違いで全部が入ってるっていうシューズはまあないでしょうと思いますし、シューズもだから安定して売れてるんですけど、最後に、まあ、これだけじゃなくて20位のところでツアープロ Z も入ってるんですよ。ツアープロ Z ですか、うん、20位で、はい、はい、そこもちょっと今まではどちらかっていうとちょっとまあ、お求めやすい価格で、はい、まあ、ワイドでとかやっぱりライトでっていう、うん、言葉が多かったんですけど、うん、競技系のラケットがこの中に入ってきた、ね、はい、競技系のシューズがこの中に入ってきたっていうのも、あ、すごいなっていうのをちょっと感じましたね、うん、なんですよ、嬉しい、うん、そしてストリングもちょっと待って、シューズどうしても行きたいですね。いや、食いついた。いや、ネオレアホールしたので、はい、柿本さん出ていただいて、あ、あれは Z じゃなかったですよね。ツアープロライトで、ライトでやらせていただいたんです、はい、それは入ってないんです。ツアープロライトは入ってないです、ないですね。おかしいなぁ、それは。ネオレアホールやったのに。皆さん、ぜひぜひちょっと注目していただいて。来年じゃないですかね。あの、はい、ネオレアホールでツアープロライトやらせていただいてるので、はい、もちろんね、Z とかね、ワイドライト。はい、まあ、ありますけども、はい、そういうアスリートが履くシューズも、しっかりラインナップされてるんで。はい。はい。どうですか、じゃあ、いいですか。そしてストリングも、まあ、順位自体はね、全体としては変わらないんですけど、はい、トップ20の中に、これ僕もびっくりしたんですけど、ツアー WX スピンが入ってるんですよ、うん、失礼なって言わないとダメですよ。いやいやいや、入ってるんですよ。いや、ほら、このファントムタッチ押しだったはず。あ、そう、そうなんですよ、ね、そうそう、これ入ってるんですよね、インザーさんだけ、うん、あ、で、これサービス、サービスで例えばじゃあ、あのついてますっていうストリングの数量を抜いてるんで、リピーターか、うん、まあ、ちゃんとそれを選んだ人しかここに出てる。2回目の張り替えとかっていうので、うんうん、ここに入ってきてるんで、トップ20の中に。あ、それ嬉しいし、うん。新宿も売れてます。新宿は多分ないと思います。そんなことない。新宿も。前年でですからね。そう、前年の結果で。そう。だから1店舗めちゃくちゃ多いかもしれないけど、でも平均してすごく売れてる。これも色の種類3色あります。色もあります。はい、うん、結構だから、まあ、新しく出てるあのオプティックグリーン、はいはい、うん、あの色を貼りたいっていう方が結構多かった気がして。あ、本当ですか。今までやっぱりね、黒とグレーだけだったところに、うんうん、あの新色が増えて結構見かけるようになった気がします。
結構そうです、ブラファイトとかビーストでも貼ってる人、うん、結構まんべんなく貼ってる人いると思います、うんうんうん、あれ僕月一遍貼ってるのに渋谷では売れてないて横浜と新宿そうそうでは売れてますよということですね、はい、嬉しいですね、はい、やっぱ色展開って武器なんですね、うん、色もやっぱり大事なのかなと、うん、お客さんで結構あの、ま、見かけてあの何色のガット見たんだけど分かります、うん、っていう人も結構いますかな、絶対分からないでしょ、分からないですよね緑っぽいんですけどって言われても、そうそうそう、何もありますからね、これ変すかねみたいな感じでご案内はできますけど、でもまあ色っていうのは大事ってことですね、うん、その一瞬追加になったけど変わってくるっていう、うん、うちの選手が使っている、まあ、使っていることが多いファントムっていうラケットに入っているグリーン、はい、プリンスって書いてあるの色と ほぼ一緒なんで、うん、結構そういうので合わせやすい、プリンス好きでいてくれる方には、うん、緑、あ、そうですね、はい、あの時にちょうどこう一緒に出したんで、その印象で好きな方は貼ってくださるのかもしれないです、ね、嬉しいです、はい、ここも伸びてます、うん、さっきちょうど言ってたラケットでダイヤでも、ダイヤでも行きましょうか、はい、ダイヤでも、まあ、ラケットだけでちょっと見ていくと、はいはい、去年9位だった、去年新作でエレベートって言ったら、そうだ、バージョン2だ、はい、そうだ、そこもね、そうですね、バージョン3ですね、はい、ランキングが変わってない中、ダイヤデムは1個伸ばして8位に上がる、9位から8位になります、やっぱりエレベート効果が、そうだね、エレベートだだけにね、あ、上りか下りかは分からない、いやいや、下りっていう話じゃないですね、今上ってます、上がったんだから上ってます、わざわざ今下りがなくていいじゃないですか、はい、とりあえず1段上っていきましたから、はい、という形でやっぱり発売がエレベーターあったので、はい、うんうん、ちょっと伸びてきましたね、年始もいろいろあるでしょうから、はい、そうですか、あるんじゃないですかねちょっとね、そう、それで、あの、はい、これまだ出しちゃいけない、いや、これはね、いいんですよ、え、あ、今1月、はい、1日2日に今日流れてるんで、はい、これ、そうか、あ、黒塗りって言われる、ただノバって書いてある、はい、ノバが出るってこと、だけどデザインはまだ見えてない。デザインは、はい。おお、はい。E セットって書いてあるんですよ。すべて E セットですか？違う。それ、あの、社内のあれです、ね。そう。まだ失礼します。ガットも貼ってないんですけど、ここからいろいろこうテストしてもらったりして、で、本ちゃんのデザインをちょっと、ま、本国から待とうかな。すごい、うん、デザイン。まあ、これは多分これじゃないかなと。はい、これはちょっと違いますもんね、前とね。うん、ね。100V3 でもうちょっとしたら、まあ、数日とは言わないですけど、もうちょっとしたらデザイン出せると思いますんで、やっぱこっちがね一番まあ王道というか、オーガスペル系ですよね、比べればオーラウンドタイプの、はい、うん、え、なんかたくさん出るんですかこれ機種、うん、うん、内緒です、何モデル出るかは、はい、ここ開けたくなってます。開けたくなる。ダイヤムさんの見たらここ開けたくなりますから。これ開けないでください。開けない。これ、ね、結構秘密あります。相当秘密あるんでこれ開けないでください。ボロボロボロ出てくる。あ、そうなんですね、うん。それは皆さんちょっと楽しみにしていただければと思いますけど。そうですね。はい、やっぱりこっちもね、プリンスも、はい、とりあえず X が2月、あ、そうです。2月に、はい、来月出ます。はい、うん、でダイヤデンも。まあ、出てくる、そうですね、まだ発売日はまだ分からないんですけど、この後も続きそうですか、なんか新機種出ます、出ます、僕気になってるのは、はい、コラボ商品ってまだこれからも続いていくのかなっていうのが気になって、ディズニー、ハイドロゲンがなかったんですよ今年、ね、あ、去年23年去年なかったでしたっけ、はい、2022で、え、シューズはありますよ、ね、ますよね、ラケットでないってこと、はい、あれラケットって思っちゃってて、なんかラケットでハイドロゲンとかって話はもうやめちゃいましたかね、いや、そんなことない、あれありましたよね、なんだっけ、横浜で撮りましたよね、え、ビームスサート、いや、じゃなくて、いや、ハイドロゲンじゃなくて、なんかこうバラの花のあれ、ハイドロゲンですよね、ですよね、はい、あれ出たの去年じゃないですか、あれ22じゃないですか、え、前かな、はい、でしたっけ、はい、あれ去年斎藤さんと撮った覚えがあって、はい、こう花のレディーマリー、レディーマリー、ランダム2種類出したんですよ、あれ、はい、一昨年、あれ2022だから、いや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 、なんかもう印象が、そこも出てほしいな、またハイドロゲン欲しいなっていう感じはね、
思いますからね。でも、あの今年は毎年言ってるかもしれないんですけど、大変なことになると思います。特にラケット。去年も聞いたよね。そう。去年はね、結構控えめ、控えめ、控えめでした。去年は。あら、自分の中ではね、ちょっと声のトーン変えてるんですよ。それね、それ関口さんしか分かんないから。そのトーンをぐらいしか言われたんですよ。どうすごいんですか。それはまだちょっと、まあ、言えないんですけど、はい、結構やばいです。やばい。はい、やばいというのはその種類とかそういうのも含めて。種類も含めて。だから去年は若干、まあ、おとなしかった方かもしれない。おとなしかったですね。それでラケットも2位。2位ですからね。すごい。やばい、もう時間結構あるし。いや、いや、大丈夫です。大丈夫、大丈夫、大丈夫。そんな、セグさんその気にしてたの。その辺コントロールの、はい、言いたいことも、ね、あるんですよ。なんでしょう、なんでしょう、行きますよ。あの1月1日から道場さんに特に言いたくて、はい、伊藤達磨選手がプリンス、チームプリンスに加わっていただくことになって、はい、はい、そちらにとりますので、はい、あの僕に何か、はい、彼もすごく応援していまして、ですよ、はいはい、ラケットは結局何に決まったんですか。ラケットはグラファイト、ファントムグラファイトの107、オーバーサイズだ。うん、なるほど。ロングとかね、うん、話とか、うん、はい、ね、なんかでもね言いづらかったし、いやいやいや、嬉しい話ですよ。そうです、嬉しいです。あの要はまあそれこそ前職の時代もそうですけど、うんうん、ずっとあの応援させてもらってて、ラケットの担当とかもさせていただいてたんですけど、はい、やっぱり、まあ、自分が離れたことだけじゃなくて、いろんな彼の、まあ、何でしょうね、好みだったりとかも含めて、うん、なかなかちょっと大変というか迷ったりとか、うん、ラケット困ってたんだろうなっていうのは聞いてたので、なんかどこかあのでこうこれだって思えるものが早く見つかってほしいなと思っていたので、うん、それが今見つかったっていうのはすごく、うん、あの嬉しいですし、あの、うん、はい、一緒に応援だけは、まあ、ね、はい、お話あれですけど、はい、すごいこうその関係性がね強くて、そうですね、はい、そうですかね、もう本当に大好きな選手なんで変な空気になっちゃった。いやいや、この間も、何か別件で LINE ちょっとやらせてもらったりしてて、で元気かなと思って、もご飯ねとかって言いながら、ちょっとなかなか会えてないんですけど、あのね、望月君の、コーチもやりだしたりとか、二足のわらじ的な、そうですね、はい、彼も何かこう新しい道というか、ニュー達磨という形でスタート切られるときに、グローブライドさん、プリンスさんのラケットを使うというところでは、いや、それはもう嬉しいですよ、うん、はい、なんで頑張ってほしいなと思いながら、確かになんか、そう、それ、うん、それをね、この場でちょっと、うん、そうですね、お正月の、そういうニュースとしていただいたんですね、ニュースとして、ちょっと、はい、なんで皆さんも変わらず、伊藤達磨選手プラス、プリンスラケット使っていきますので、応援をしていただいて、ぜひね、そうです、応援を、はい、うん、はい、そうですね、お願いします。いい子なんですごい、ね、感じ、本当大好きな子です。彼だけですよ、一緒にニューヨーク行って帰ってきて、でわざわざ高校生の時ですよ、わざわざ電話になって皆さんお世話になりました、言ってきた彼のあのスタンス、素晴らしい、はい、頑張ってください、本当に、はい、はい、大丈夫ですよ、大丈夫、大丈夫ですよ、はい、そろそろでは聞いておきたいことは、はい、あの23年度で、はい、あの他社に気になったブランド、うん、ヨネックスさん、あみんなヨネックスさん、そうですね、それはその、なんですかね、伸びてる感じというところですか。そうですね、あの、うん、何回もここでお話してますけど、うん、月1回立たせて、うん、テーブル立たせていただいて、うん、私自身もヨネックスさんのラケットも何本も販売してるんで、うん、貢献してるよっていうことですね、お客様がやっぱりこう求めになられている方が多いのかなと思います、ね、まあ、あとはもちろん海外の方も多いので、印象といったら一番ヨネックスさんが多いかな。じゃあ、あえて聞きたいんですけど、はい、関口さんだから気になる他社のプロモーション、はい、あのプロモーション気になるなとか何かありますか。そうですね、ウィルソンさんの、はい、黒いラケットのノワールとかの売り方だったりとか、限定販売とかは気になったりとか、あとは個人的では個人的なのかな、ダンロップさんとかは、まあダンロップさんはもちろんトップ選手たくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、あのランキングとかでいうと、例えばヨネックスさんとかバボラさんとかに比べると、そこまでトップの選手、ヘッドさんとか、グローバルのね、はい、グローバルの
もちろん素晴らしい選手たくさんダルビッシュさんいらっしゃるんですけど、まあ、そういう中で、こうプロモーションをされている時には比較的勝手にですけど立ち位置的にこう近いのかなと思って、あの勉強のために結構見てるから気になってはいました。なるほど。その手法たるやとかいうのとかですよね、はい、なるほど。あのシーンボックスの、はい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 、とか多分関口さんそのアンテナをすごく立てられてるので、そういうとこどう見られてるのかなってちょっと聞いてみたかったんで、はい、なるほどですね。わかりました。ということで、はい、お時間になってまいりましたので、ということなんですけども、最後に、はいはいはい、お願い届いてましたから。はい、届いてました。みかんじゃないかなって心配してる。はい、今日すいません。だから、今回ね、あの、はい、これ大きさ的になんか。マジでみかんだったら終わるんですけど。あれ、なくなっちゃったどっか。あ、ありますよ。踏んでます。踏んでないですよ。はい、あら、これ、ニューエラープリンスのキャップに上杉海斗選手、はいはい、でしかもこれはあのいつ出そうかなって僕の中で温めてたんですけど、はい、僕直接あのお客様とかと一緒に並んで、はい、全日本選手権去年ベスト4進出した時に、はいはい、あのお客様と一緒に並んでほぼ自分のものなんですね会社のものじゃなくて、はい、それを手を伸ばして、はい、でその動画もちゃんと残してるんですけど、それをちょっとあの1名の方なんですけど、はい、プレゼントしたい。動画じゃないですか、ここに写真で入れときます。本当に、ね、あるしから、あ、本当はすごい嫌そうな顔してる。いや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 本当だ。じゃこれちょっと皆さん入れときますんで、はい、じゃあこちらいいんですか。はい、はい、好き1名のあの瀬口さんの宝物ですけど大丈夫ですね。そう、あのもうやっぱりねお客様に使っていただいた方がいいのかなと。すごい、はい、じゃあこちら1名の方にプレゼントですので、はい、後で僕たちもサイン、はい、ありがとうございます。入れてきます。あのお申し込みは概要欄に書いてあるので、はい、ぜひ振るってお申し込みいただければと思います。はいはい、ということで、はい、はい、グローブライドの、関口さん来ていただきましたけれども、はい、今年もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いろんなところで、あの出演依頼させていただくと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、嫌がらずに、ぜひぜひよろしくお願いします。またじゃあ鍋でも、はい、サウナでも行きましょう。あ、そうですね。うちの近所ですか。はい。すみません、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。すみません。お疲れ様でした。じゃあすみません、マイクいただいちゃいますね。ごめんなさい。はい。あと、これお茶を。はい。お茶ですか。ラケットももしよかったら。もしよかったら。もしよかったら、じゃあ行きます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。すみません。で、続いてお客様が、おっと、あ、そういうことですね。ズームですかね。あれ、私もしかして招待もらってます？もらって、あります。来て。